皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は近鉄特急に乗って明石方面に向かいました。最初に訪れたのは須磨です。須磨は海水浴場として昔から知られていますが、今回向かったのは須磨の浦三条遊園です。こちらにはカーレーターという面白い乗り物があると知りましたので行きました。こちらがカーレーターです。このレトロ感というのが何とも不思議な面白さがありました。是非味わってみてください。そしてもう一つの目的地が明石市立天文科学館です。日本標準時子午線上を通るということで結構有名です。実は小学生の時に校外学習で行ったことがあります。びっくりしたのはこの時に使われていたプラネタリウムがまだ現役で使われているということです。妙見さんのケーブルも60年以上の歴史がありますが、こちらも同じような歴史を誇ります。最後に明石焼きを食べました。たこ焼きも好きですが、明石焼きもなかなかいいものです。それでは本編です。是非最後までご覧ください。SY 16. The doors on the right will open. 本日はご視聴ありがとうございました。この後先日出したみほけんさんの動画につながっています。